紅白戦盛り上がってこう。イエーイ。はい、じゃあ始めてください。俺がカムイ使っちゃうか。俺キャラ強いからな、カムイ。応援カムイが爆誕してしまうか。まだ動画では見せたことなかったな。うん、公の場では見せてこなかったけど、そう、あまりにもこの一般公開はね、ちょっと戸惑うレベルのカムイだから。さあ鏡がヒット、ワンツー投げて、さあトラップカード中段からトリプル、ワンツー、ハイジャンプ狩りの 6A は地上ガード、しっかり崩して、さあ中段しっかり立っている。イフから昇竜、カウンター、立ち見からコンボいけない。さあ EF、 立ち B からここは安定ルート、さあジャンビーからしっかり減らして置き攻め、気まずい。あ、投げに行ったらしっかり満月、1対1。うっ、さあクリオフ、あー出ない。さあめくって雷、三角蹴りからここは 5B、 落とした。鏡、さあ知らないけど、エクリプス投げた。さあ、みそのあかねが選手、勝ちました。さあ、時報ほおずきね、う、まあ、内心ちょっとホッとしてるからね、ドロシーとはちょっとって思ったの。さあセーバイス、対するは雷あかね。さあ引っ掛けて総裁越え、西いじめ、いやー気まずい。コパンから、さあこれはめんどくさいぞ、エクステンドコンボミス、さあ満月当ててエクステンド、ガード総裁から、あっとお互いなかなか入らないぞ、ヒュー、おガード、さあ突入から、あーカウンター、ここはバースト入ってく、大丈夫か、
読んでいい、突入、投げて、さあしっかり殺しきる。さあ一本取るのはホオズキバイス。さあ立ち位は総裁取って、5位立ち位から、バンバンバンと、さあ中段立ち位追い打ちまでしっかり決めて、ボイスから、さあ立ち、ジャンいじめから、アルカナ技は出ない、立ち、しかしコンボいけないぞ、昇竜ボイス、さあバイス側の理想としてはまくることだけど、これは厳しいか。さあ総裁からのジャンプ B、 せめてバーストだけでも使わせたかったが、わーい、ほんとか。さあ人参植えて、さあ開幕初流収穫の時期突入、タッチがうさんくさい当たり方をする、ジャンプいいから設置、タッチエクステンドからの、あーっと棒立ち、フェアルグが出ない、カウンターヒット、なんとかつながってバン。さあ置き攻めは、あっ昇竜、あーあーったー、赤姉ちんだった、昇竜あるぞ。さあ捕まえれば勝ちだけど、あー昇竜拳、すげえ挙動から昇竜出てきた、ぎこちない。さあ勝てるかなこの男に。出てくるのは B チーム応援カムイ、本邦初公開、ね、0000000が7つ、こんなとこでカムイの LP を使ってしまうとは。別にノーカードでもよかったんやで。確かにここで勝って、でもつまり何、あと残り5連6連勝するの、ちくわぶカムイを倒して全員一を名乗る。いや島祭り風にいいんじゃないですか、ちくわぶリスペクトで闇でもいいけど、まあ風で一番ほら島祭り、あ光だ、あ忘れてた、ごめん光だったわ。お、知ってるねー、あーあれくぬぎゲージが消えたぞ、あ、しまつりしまつり、いや違う、使っちゃった、どっかでわかんない、あー何も起きねえこれ、ダメだ。いや今回クヌギゲージわけわかんないからね、使っても消えなかったり、あん馬を馬をヘルを、あっ島釣り起きてる、あー甲府取るしかね、ふっ、あーダメかもしれないね、あラッキーから、はいはい下手を。さあまず陣を築いて投げは抜けて、立ち見出しエウロまで近づいて、完全にね4尾で吹かされたね、
下段を透かす 4B で早かった、高橋君頑張って。今こすられたわ、そんなバカなだよ。だあれなんでクヌギ消えたのわかる？俺使った？マジで？絶対何も出してないんだけど。だってあれコンボ終わったら消えてなかった？あれ？おかしいな、何も出してないはずなんだけど。だ俺起き上がりでこする気満々だったもん。うん、ドゥーッつって。ああ、もう、ダメだわ。カムイ練習しよう。まあ、俺レベルだったら5クレぐらいいればもう多分、まあ、ポイント多分全員1になっちゃうかな。さあ、タッチ A から、ここは落としてしまう。空中投げ、空中投げ、痛い、許されなかった。さあカウンターヒット、ここはバースを使っていく。中断、いやーやらかしていく。さあラリアット、これはガード。さあ人形が当たらない、空中投げからコンボミス。人形が死ぬ、こすっていく。加工派、人形が、うわダブルアップドーン。あ、死なない死なない、あ死んだ。さあ時報に殺されて、さあ次は蓮子さんですね。ニット君ゼニアなの？どんな読み合いだよ。ほら、これもし向こう最後まで回んなかったらもうなんか画面眺めて終わりだよ。さあ相当寒いぞ。いや大丈夫だよ、これ試合してから払えばいいよ。もう試合してなくて100円払えってのはなかなか寒いからね。投げてエクステンドコンボ、水玉、さあ EF コンボ。さあニット君が褒めた瞬間にコンボをミスる。アルカナ勢は褒めた瞬間コンボをミスります、高確率です。さあ滝、水も滴るいい女と、空中投げから絆落とし、えっ、さあ残り体力わずかですよ。えっ、ああ死んだー。あの調費安いんだけどね、多分木の葉の体力が少ないせいか。さあ美味しい指導だったのでここはバーストを使っていく。ガーキャンから
じゃあ、いい。さあ、怒涛の攻め、カウンターから、うわほぉ。おっと、3B。なかなかお互い触れない、コンボいけないぞ。うわー、さあ、おいしいぞ。水玉置いてシュッシュッシュッ。さあコンボ見せる、タッチガーキャー勝利。 AC からコロコロ、うわー。さあまたもや残りタイムわずか。おお、コパンで触りに行った。さあ1対1まで持ち込んで、おいしいぞ。ダメージを取っていく。さあジャンイが漏れてしまう、収穫の時期。空中投げ、空中投げ、対空から背が低すぎるこの女。いやーいやー、美味しいぞ。さあフェザータッチが続く。しかしここで決定打が入ってしまった。さあ、ほおずきバイスが強いですね。なんでも大将の話をしてんだよ。ニット君が貸し出すんだらいいじゃん。さあ、キャンディーフィオナ。こちらはキャンディーさんを含めて残り3人です。相手はまだ2人目です。向こうのチーム後ろでみんな暇そうにベガ立ちしてます。こちらはさあ1人は席に座って、1人は実況して、ニット君はタバコを吸ってゆっくりしてます。さあキャンディーフィオナが、じゃあディレイ、あーったー、どうやー。今アルティメットドヤ顔してた。俺が今まで人生で見た中でね、なんか相当高ランクに入るドヤ顔をしてた、ね、今。コロンビアの人ですらこんなドヤ顔はしてなかった。エクステンドから、さあドヤ顔の代償はでかいか。えっ、さあこれ下段ですね。忘れて食らってしまう。さあそしてため中段突入、ああ、補正切り、欲しがっている。あ、これ死んだんじゃねえの、死んだー馬を。いや誰やって決まってるけどね、次桜さんだよ。さあトキかラオウか、